どうも、占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。はい、この番組ではゲッターズ飯田の占い、ゲッターズ飯田の生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定していきます。さあ、本日は千葉県でございます。30代後半女性、あや姉さん。はい、ありがとうございます。周囲から男性経験豊富そうに見えるらしいのですが、あ、いいですね、これなんかちょっとテンション上がりますね。いるいいな、これ写メ添付してほしかったな。今まで将来のことを考えた方とのお付き合いは過去に2名ほど、はい、お互いの将来像がだいぶ違い、他人だから仕方ないと思っても妥協できない部分がいくつかあって別れてしまいました。自分が研究医学ですね、医学の研究の道への進路変更をしたので一人でもまあいいかなと思っておりました。でもふと気がつくと年はアラフォーで、周囲は 2,3 人目の出産ラッシュ、さすがに焦り、自分にはこの先出会いがあるのかしらと不安に思う日々です。自分は結婚する可能性がありますか、ということですね。これもどうですか、この手のさ相談も多いから。男性経験豊富そうに、男性経験豊富そうに見えるって何もいいことないからね。そうですか。軽そうってことでしょ。要は、いや、なんか恋愛の入り口がこう、なんかこう出会いはたくさんありそうな感じしますけど、結婚を本気で考えてるかどうかが占いの中で一番大事な、結婚するつもりないの結婚ありますかって来るでしょ。まず己が計画して結婚するためにどう、今までの恋愛、はい、一回一回女の人大事なの、うん、もう20代で結婚してる人ってちゃんと最初から結婚考えて付き合ってるから、高校の時とかもう大学の時もちゃんとこの1回をちゃんとやっていこうっていう人が結婚できてるのね。なんとなく付き合ってただセックスだけしてればいいとか、うん、遊びだからってやって全然やっぱ結婚に向かないの。最初から結婚意識して将来のことを考えて生きてる人がやっぱうまくいくのが当然っちゃ当然だから、こういう人見て1回さもういいかなってなっちゃってる人って1回リセットされるから、うん、そうか、そこからまたゼロからいかない、そう、もう1回で、しかもこの年齢になるともうほぼ厳しいので、まあ厳しいって言ったら、まあ相手も相手が基本的にも選ぶ年齢じゃなくなってくるから、本当にリアルに女の人35過ぎたら難しくなってくるの急に、うんうんうん、もう全然違うからね。その後子供産むとかの壁がもうどんどん高くなるから、はい、選びたい気持ちはあるけども選ばれないからね、もう、うん、向き的には来年再来年2019年20年結婚はある、もうこの 2年しかないです。この2年がチャンス、この2年のもう仕事なんかもう別にどうでもいいから結婚する方に集中した方がいいです。うわ、仕事が全部じゃないけど仕事に生きたって何もないからね。仕事は仕事、仕事は何のためにやってんのって、生活のためでしょって、生活が楽しくないって何なのという、結婚と子供とかいたりとか、うん、いろんなことあるから面白くなるから、家族がいてご飯食べて美味しいもの食べてどっか行って何にも面白くないからね、そんなことって飽きるから絶対に。これなんかこの前誰かと話したけど、生き物の中でミッションが2つあるの知ってる。何ですかそれ。生きるってもの全部共通してるのが、1つ生きるというミッション、生き続ける、生きなきゃ、もう一個は子孫を残すという、全ての生き物は全部このミッションだけは、まあ、神から与えられたものが全員あるから伝えていかなきゃ。でもこれをやめてしまうとそれは悪いとかじゃないけど、やっぱ生きる意欲がなくなっちゃう、うん、何のためにやってんのってなくなっちゃうから、うん、まだ若いですからね、結婚して子供を産むとかっていう意識をちゃんと持った方がいいので、来年再来年、特に今年の後半からしばらく会ってなかった人に会うと思います。懐かしい人と一気に結ばれる可能性があるので、そこを一気に狙っておいてください。もう条件とか考えてる場合じゃないので、うん、好かれるように生きて、愛されるように生きて、口が悪かったりとかね、見定める癖がどうしても出やすいので、うん、まあ、それはこの年齢見透かされてきますから、もうビビッときたらもうこの人だって言って、いい女になってください、うん、頑張ってください。以上、ゲッターズでした。億万でした。